こんにちは、ケイです。今日はですね、ドラゴンボール Z の独眼バトルをやりたいと思います。それでイベントにですね、復活へのカウントダウンのところで来てますんで、イベントでございます。ぶっちゃけですね、ノーマルさっきやったんですけど、ちょっと負けちゃいましてなので、ちょっとね、今回は悟空のこのフレンドさんにお願いしたいと思います。早くね、ワープしてくれればまあいいでしょう。とりあえず行きます。はい、いやー、すげえ舐めてかかったら負けましたよ。このね、普通のボスだけ戦ったんですけど、意外と強い。雑魚3体かなと思ったら、普通にその3体が強いっていう。全然勝てないっていう。マジかよーって感じだったんで、ちょっと頑張んないといけないですね、これね。はい。はい、よいしょ、はいはいはいと、いいよ。じゃあもうこのボスマジ強いかな、普通に強かったわ。よし、なるべく食らわないでいかないとやられちゃうから、普通に行って、はい、いいよ。ナイト、いきます。ボス、いきます。普通に負けだからね、こいつらね。もう、だってでも力属性に対しては、早属性は結構いい感じじゃん。いい感じじゃん。この早属性に負けたっていいんだな。まあまあ、しょうがないです。とりあえず、いきます。うわ、またこれも悪いんですけどね。はい。はい。はい。よし、頼むよ。もう悟空さんしかいないんですよ。おつ、さすがだな、つえ。よし、いいね。いいよ。おしいよ。こっからはもう、チャンスタイムだ、チャンスタイム。チャンスタイムなんだね。よいしょ。よいしょ。OK。うわ、ちょっと惜しいな、これ。はい。まあ、いいでしょ。いいね。いいよ、亀仙人、いいよ。いいね、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 いいね。うん、いけそう、いけそう。これ、今回いけるっしょ。今回いけそうだよ。結構いい感じだよ、今回は。はい。はい、行きましょう。はい。はい。よいしょっと。いいんじゃないですか、結構。いいね。よっしゃー、勝てました。いや、なんとか勝ったよ。よかったよかった。イエス。イエスクリア、あざっす。イエース。やったね。はい、あざっす。なんかあざっす、あざっす。あ、クリルにゲットできた。これ見えないか。あ、見えて見えた。イエース。まあまあ、普通のレアか。まあまあまあいいか。イエス、よし、よし、OK。イエス、やりました。ああ、なんだなんだ、また面が出てくるのか。あ、なるほどね。これそういうやつか。普通にステージが出てくるやつだね。最後まで行くと悟空がいいのかな。まあちょっとわかんないですけど。まあちょっとできる限り進めれるときに進めていきたいと思います。はい。結構強いんだよな。普通に1話目で結構しんどかったから、ぶっちゃけフレンドさんが強かったらやるときにしか行けないっていう、またね、人任せになっちゃうんですけど、はい。で、できるときにちょっと進められたらやっていきたいと思います。はい、本日もですね、動画を見ていただいてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。